皆さんおはようございます。私がこの磯田康夫、72歳になりましたですよね。66歳の時に外国語大学へ行きまして、69歳で英検1級合格ということでこの動画をやっております。まあいろんなことやってますけどね、まあ、一度の、ご覧くださいということで、今日何の話ということでこういうことなんですよ。成功した人っていうのはね、結構ほら YouTuber とかでいてますよね。英語でこう私は1級以上になったとかなんとかそういう人、まあまあここもそうなんだけれども、たくさんいてて、まあいろんな話してるので、まあ、成功した人に関してはあこういうふうにやって成功したんだなっていうことがわかるんですけれども、そもそも失敗した人ってね、勝の上からいたら失敗した人の方が絶対多いわけよね。絶対数から言うて、ところがそういう人って、例えば私はYouTuber になって、いや実は失敗しました英検2級ぐらいで挫折しましたって、もう今やってませんとかいう、そういうチャンネルってないですよね。ないよね、見たことないよね。だから結局失敗した人の数は数ずっと多いにもかかわらず、失敗した人の声ってのは吸い上げられてない、そこにちょっと問題あるなとは思うんですよね。だからまあもちろん成功された方の話聞いてて、あこういうふうにやって成功されて英語のね学習で上級者になられたんだっていうのは分かって、それはそれでいいんですけども、じゃあ逆に数多くのそこまでいけなかった人たちってなぜいけなかったの、どうして失敗しちゃったの、どうして途中で諦めちゃったのっていう、ね、その声を聞きたいなと思うんですけど、なかなか、そういう声は上がってこないので、聞こえない。まあ一応推測するしかないですよね。もしこれ見られてる方で、いやいやいろいろやってみたけどね、結局うまいこといきませんでしたということで、そういう体験談とか終わりでしたら、うちのとこへ Gmail とか、あるいはここの下の、ね、コメント欄でも入れていただきましたら、ああこういう理由でうまくいかなかったんだなとか、そういうことは分かりますのでね。でやっぱり成功例の大切さもあるんですけど、やっぱり失敗例の大切さってのもあると思うんですよね。ね、この前もそういや私と同じ名前 の歴史家の磯田道文さんですか、おられましたよね。あの方が最近江戸幕府のね徳川家の中でどういうふうにして最終的に徳川家失敗して、まあ、16代ですか、 で終わってますよね。17代だったですか、ちょっと忘れたけど、で終わってますけれども、それどの辺でこうちょっと失敗していって、徳川ね、家がずっと存続できなかったのかっていう、そういうことを分析されておりましたよね。でその方も言われたのは、まあもちろんね、各大の将軍の中で結構いい政治を行われて、長くこう江戸時代をつくづかせようとした人もいれば、没落を早めちゃったという人もいるということで、ただ方の話を私ちょっと聞いてきまして、江戸時代結構ね問題の将軍っていうのが出てくる。ただね、それなぜそういうのが出てくるかというと、泰時に流れていくんだよね。で初期の頃は結構徳川家をこう栄えさせていこうということで、それなりに皆さん一生懸命頑張るんですけど、だんだんこう代がだんだん時代が遡って、なんていうの、時間が流れていくに従って、まああんまり厳しいこと言うてもなという、そういう温情主義がざーっと出てきて、でいつの間にかこう堕落した方へずっと行っちゃったというのがね、江戸時代のまあ問題点だろうというて、磯田道史先生がね指摘されておられましたよね。でそれまできっちり守られてたルールがだんだん緩められていくという、それによってちょっとずつこう、ガタガイいったというのが江戸時代だったというふうに言われてましたよね。ですから英語の学習もね、それと同じようにそれなりに最初やるときはさ、始めるときは1日2時間やろうとか、休みの日は4時間やろうんだとか、こういう感じでやっておられると思うんですけども、まあだんだんとね、いつしか、まあ今日はちょっと用事が入ったし今日はまあいいかとか、なんかそういうことになって、だんだん緩い方へ行ってしまうという、まあそういう感じで崩れていくのかな、あるいは夢が消えていっちゃうのかなとも思いますよね。で、あと、まあ私は大阪に住んでるんですけども、まあまあ東京におられる方も多いですよね。これ見られてる方でね、東京の方多いんですけれども、まあうちの息子なんかも東京で働いてるんだけれども、
うちの息子からもいろいろ話聞いてるんだけども、例えばね、売れない芸人とか東京中、山盛りおるよね。それから客の呼べないミュージシャンとか、それから食えない作家とか、それからなんだ、お声のかからないピアニストとか、あるいは地下アイドルとか、ま、万年なんちゅうの、早くでしか出たことのない俳優、それでは飯食えないという、もうそういう人が東京にはうじゃうじゃいて、でまあ大体30代の半ばぐらいになってくると、まあ、見切りがついてくるというかね、見切りがつく、まあ、もうこれ以上やってもなということで、まあ、ふるさとへ帰るとか、あるいはまあ、仇の職業について、まあ、普通の生活に入っていくという、そういうパターンが結構あると言ってたんですよね。で、結構ね、まあ、英語の場合はね、そこまでのめり込む人ってのは少ないと思いますよね。もう、仕事を辞めて勉強一途で、アルバイトだけで飯食ってっていう、それはちょっとないと思うんだけれども、まあ、仕事やりながら、とかやっていっても、結局どこかで夢崩れちゃう。で、その崩れていくのが何でかなっていうことをいつも思ってるんだけれども、まあ、うちの声もいろんな、最初入ってくるとき、結構抱負書いてくれる方もおられて、そういう抱負なんか読んでるとね、ちょっとなと思うときがしばしばあるんですよね。で、そのちょっとなというのは何かというと、結構高望みものすごくされる方っておられるんですよ。そのいつも言うてる、洋画の映画が字幕なしで聞き取れるようになりたい。それはもう上級者の皿の上でレベルいかないとそれ無理なんですよね。ですから大体時間にして1万時間以上やらないとそのレベルには到底到達しないんですよ。でも割と平気でそういうことをパッと書いてこられるんですよね。でもそういう夢を持たれるのはいいんだけども、その夢へ行くまでのこの現実とのこの開きですよね。その開きを埋めていくっていうのは相当な時間と相当の努力しないとそのレベルには到達しないんですよね。で、そういうのを聞くと、もうほとんどの方、あっちゅうかもう全員がもう来なくなっちゃうんですよね。で、そこに私問題あると思うんですよ。夢を持つのはいいんだけど、じゃあその夢を実現させるためにはこれだけのことをやるんですよ。あなたその支払う用意がありますかということですよね。その辺がなんかこう現実味を失ってるっていう人かなっていうふうに思いますよね。だから、まあ、そこまでいかなくてもこれぐらいのレベルでいいんだっていう、そういう人もいてる。別にそこまでのレベルは望まないけれども、まあ、これぐらいできたらいいのでやりたいという、つまり要するに海外旅行行った時ね、まあ、自分で、まあ、ホテルの、受付ができるとか、買い物行った時何とかできるとか、その程度のレベルでいいんだって、まあ、大体英検2級レベルですよね。で、まあ、そこまで行けたらもうあとは特にそれ以上は望まないんで、もうあとはカニの横ばいでいいんだという、まあ、そういうやり方もありますよね。そういう生き方もありますよね。で、そういう生き方で結構行ってこられたんだけども、いつの間にか全然消えちゃうという、そのパターンも多いんだよね。そのパターンも多いね。だからそれすら行かなかったんだろうと思うんですよね。で、いつの間にかもう、最初の頃の熱は冷めちゃうという、そういう状態ですよね。で、熱心にこちらへ来られる方っていうのは、まあ、要するに成功されて行かれる方っていうのは何人も出てきてて、まあ、そういう方とはね、まあ、私なんかまあ個人的にはすごく親しくなったり、まあ、Zoom だけやなしにリアルでもお会いしたり、まあ、LINE なんかでも絶えずこうやり取りがあるという、そういう、まあ、個人的なこう親しみっていうんですかね、関係にはなりません。特に上級者行かれる方の大半はそういう場合が多いですよね。もちろんね、全然ほとんどあんまり私と関係なく、メール番が読んで、このね、動画だけ見て、それで1級以上になられて、あんまりこう、連絡がないという方も、中にはおられますけどね、それは少ないですよね。多くの方は、個人的にも絶えず顔合わせたりするというような状況になってる人が多いですよね。だからその辺が、まあ、成功する人と、まあ、この辺でいいやと思って、いつまでか消えていく人の差なのかなっていうふうにも思うんですよね。で、昨日おとついと言われてましたけど、ジョセフさんが来てるね、妻ある人は京都に住んでるのでね、私大阪で、じゃあ、結構なんちゃ何回かお会いしてるんですけどね、近いこともあって、
方に言わすと、ね、大人になったらもうなんかあんまりこう燃えることってなくなってきちゃうんだって言うんだよね。うん、で、あの言葉をなんか一番、ね、英語に熱中したのは中学生の時だったって言ってるよね。で、今はまあぼちぼちやってるけど、だからもしもタイムマシン乗って中学生の俺が今の俺を見たらバカにされるやろっていうぐらい、熱冷めちゃって、ええ加減なことやってるんやっていう、そういうことを言ってましたよね。で、まあそれでどうやってやるのって言ったら、まああの方にはしたら、まあ別にそんな熱入れなくてもとりあえずこうやっていって積み重ねたらなんとなく、ね、冷めた気持ちでままでも多少はいけるんじゃないかってなことを言われてやっておられますよね。まあそれでどの程度いけるのかどうかわからないですけども、やっぱり英語ってね、集中してとことんやらないと、語学ってね、そんな上は簡単にはいけないんですよね。ですからその辺どういうふうにして持っていかれるのかなっていうことだと、やっぱりそれ以前に私思ってますのはね、まあ、英語を使って何をするかってことですよね。これがほとんどの人なんか聞いてるとないんだよな、あんまりね。ただ英語を勉強したい理由だけでなんだよね。それを使ってどうするかっていうのがなくって、なんでこんな程度のことでいいのかなという、おそらくちょっとびっくりするようなことっていうのはしばしばあるんですよね。で、結構ね、熱心にやられる方であってもね、この前も私ちょっとびっくりしたのは、まあズームですけどね、話してて、まあ私ニューヨークタイムズの読む会とかやってるから、いろいろこうアメリカにのことでバックグラウンドの説明とかいろいろするんですけれども、その時ね、まあ、連邦議会で予算が決まりますよね、連邦政府ので、あの中で一番たくさん予算取ってる部署ってどっか知ってますかって聞いたらね、誰一人として答えられないんですよね。いやいや、予想でも結構です、別にそんな確信なくてもいいからこれじゃないかっていうのを言うてくださいねって言っても、誰一人として挙げられないんですよね。で、私非常に不思議に思うのはね、今アメリカってスーパーパワーであるし、世界のリーダーという形で振る舞ってるわけだから、当然英語世界の中の大親分ですよね。その大親分の家の家計の何一番金使ってるかぐらい知っておかないと話にならないでしょうね。例えばここ見られてる皆さん、ね、自分の所得がどれくらいあって、税金どれくらい取られて、だいたいこれに一番よく金使ってるかって、普通まあ細かいことは知らなくてもそれぐらいのことをしておられますよね。ところが一番自分の研究する対象の一番の連邦政府の予算がどこが一番たくさん取ってるかすら答えられないんですよね。で、私それ聞いた時、この人たち何のために英語やってんだろうなと思う、非常に不思議に思うんですよね。やっぱりそういうことを一番常識的に知ってて当然だと思うんですよね。で、それすらなくてこの人たち英語やって本当に何をしたいんだろうかと、非常に不思議に思うんですよ、私の方から。ちなみに連邦予算の一番たくさん食ってるとこはどっかやったらすぐ分かるよね。軍隊に決まってるじゃないですか。世界中にね、700カ所もか軍事基地持ってですよ。知ってます？空母艦隊、空母艦隊っていうのは、空母っていうのは一隻で活動できないんだよね。空母は一つの艦隊を組まないとダメ、うまく機能しないんですよね。まあ普通上それを守るための駆逐艦、それと輸送船団ですよね。それらがワンセットでしか動けないんだけど、あれワンセット維持する1年間の維持費だけでね、あれ6000億円かかるんですよ。で、ちなみにその空母 軍団を1ダース持ってんだよね。1ダース、もうそれだけでどの金額食われてるかっていう、分かるよね。だからそういうなんか基本的な理解もないんだよね。だから疑問にすら思わないんだろうと思うんだよね。疑問に思ったら調べたらすぐ分かることなんだからね。だからそこが私非常に不思議なんだよ。この人何のために英語やってるんだろうかなと思わず疑問に思っちゃうわけよね。だって私その辺はね、そういうのがあって初めて英語やってるってのは英語世界を知るってことだから、そのないとアメリカ人とコミュニケーションしてても そういうのうまくいかねえだろうと思うんだよな。で、その辺はもう非常に私なんかは不思議に思うことなんですよね。だからなんか英語だけ勉強できたらいいっていうようなことでいくから、いつまでたってもなんかこう
空いてしまう。だって単語ばっかりやってるとか、なんかそんなばっかりやったら、それは嫌になりますよね。で、それは何のためにやってるかとか、また一言したら、いろんなね、アメリカ人の子が来たりしてますよね。ね、付き合いもあるし、あるいはまあニュースとかね、毎日読んでて、こんな話やということで、コミュニケーション噛み合うってことあるけど、そういうこともしないのか。で、ただ単に単語だけだらだらだらやってた。もうそらちょっとね、空いてくると思うし、ちょっとそういうのって耐えられないよね、人間って。やっぱり何のためにやってるのかっていう、その辺はなくて漂うだけできるっていうのも非常に奇妙な感じしますよね。だからその辺にも問題あるんじゃないかなっていうふうには思ってるんですよね。だから最初に先立つ自分の対象っていうのがなくなっちゃってるのかな。どうやって、なんかこの英語がどうのこうのとか、その試験がどうのこうのとか、単語がどうのこうのとか、そういうところでぐる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 回ってるっていう、そういう印象を受けますよね。だからそういうのを突破してこないと、やっぱりその向こうに広がる世界の方がはるかに大事なんだからね。それがやっぱり欠けてるところに興味が消えていく大きな原因じゃないかなとも思ってるんですよね。それとやっぱりなんとなく周りの雰囲気に押されてるよね。つまり自分でこういうことをやりたいからっていうんで来るんじゃなくて、なんとなくそれほどの、はっきりとした動機もないんだけれども、まあこれぐらいできなくちゃとかいう、そういう感じかな。そういうのって結局みんないつの間にか朝露のごとく消えていくんだよね。そこに問題があるなっていうふうに思います。ですからぜひ皆さんもね、自分のうちに燃えるもん持ってやっていってほしいですよね。